で次はですね、えー、今度はスローフォックストロットの、えー、ベーシックの方に移っていきたいと思います。でスローの場合当然のフィギュアとしてまず第一に言えるのはフェザーステップフェザーフィニッシュフェザーステップフェザーというフィギュアをなしにスローはやっぱり踊れませんねでそのフェザーステップの,その最もその特徴というのは第一歩男子右足でいえば 1>, 1の終わりでライズをすするわわけででの終わりでライズをしてその高さを持って第1クイック第2クイックに踊っていきますいわゆる「1の終わり」という概念をここで理解をしてお,かないえおきましょう「1の終わり」っていうのはまず「1」というのは第1歩目という意味です第1歩目の終わりというのはステップした足に対して「 送りり足足っったここのの左足が寄ってくるととを1の終わりと言います第1歩目の終わりに足が揃う瞬間今はヒールを下ろしてますけれどもフェザーステップの場合には1の終わりでライズをしてるだけですで第1クイック第2クイックでこの三歩目、ね、第3歩目の終わりでロアというような理解をすべきですね 1> さ1の終わりでライズをするっていうのはどういうことになりますかっていうと先ほどのこの運動で、ね、手をこうやってエクササイズをしました今これがいわゆるあの、まあ、足首を使った足首を使って床を足した場合こういうような運動になりましたしヒールから塔になる時に 足首で床を圧することによって自分の首が伸びて肩が開いてでお腹が引っ込んでいくす,すなわち足を揃えていく時にはヒールが完璧にライズになっているとフロアから離れて一の終わりでライズになっていますその後に第1クイック第2クイックのいわゆるフェザーといわれる部分を踊っていくわけですでこの時に今は ウォークとこのウォークとリズムのエクササイズの運動によってライズをしましたで第1クイック第2クイックのトウトウヒール分につなげていきますで今現在そのやってることにロアをもっとしてもっと足を開いてもっとボディが足を越えていって足を振ってスイングをしなさいっていうことは今一切言ってません いわゆるそのフィーのその構成上どういうことをすべきかという今骨格骨組みを理解して話してますから今スイングはちょっと浮いていますで文字で言いますロアをしてウォークをしていくリズム表現が始まる 1&2&1&2&1&2&3&4& というやっぱ4拍子のリズム表現が始まの 中で足のタイミングで考えればそういうようなそう今やったような運動が理解できると思いますね。さあそこで今そのまあこ,のフィこのダンスは今リズムダンスではなくて一般的にはスイングダンススウィングダンスの範疇に入っています。 とということは腕を振る足を振るムーブメントにスイングがあるそういうダンスであるべきですでもまっすぐを意識をしてまっすぐを持っていきながらそのスイングをした場合どうしてもワルツのように1の終わりでライズができないいわゆる膝が曲がってヒールがフロアから上がらないでそのまま ワルツの回転量を減らした格好でスイングを踊る人は案外多いんですよでもそれをすると、まあ、いわゆるスローのおいしいところっていう部分はなくなってきますでスローのおいしいところって何かっていうといわゆる、ね、フェザーなんですよフェザーというのはいわゆる1の終わりでライズをしたあと第1クイックから第2クイックにかけて 頭から頭にウエイトが移動していくこの滞空時間でその時に女性のフットワークが頭からヒールになって男性を下がサポートするその女性のフットワークアウトサイパートナーの女性男性がこう入れ替わりをするようなその,その雰囲気そういったところが一番おいしい部分なんです。で第一の終わりでライズをしてまっすぐができました。 第2クイックにかけてトー、第第 2, 第,1クイック、ね、第2クイックにかけて、C ピ P でステップをすると。で、スイングダンスですから、1個の振りの振りというか、まあ、1個の滑らかな運動をすべきですね、でその運動をどのように今度作るか、リズムがあれば、1のデライズができる、第2クイックまで動いていける。 でこの一連の運動にスイングであるかのような運動を見せるのはいわゆるドライブというドライブというのは、まあ、強く、まあ、ねじ込んでいくといす、まあ、ねじ回しスクリュードライバーですねドライブしていく力強い運動これによって移動ができそれによって首が伸び肩が開きでお腹が引っ込み位置の終わりでライズができると。 ましたで今度はいわゆるドライブで強く床をあした力とは違いますね上がってますからライズをすると強くあしてその力で動くことはも不可能そういうことは今度は見えない何か例えば見えないロープなるものが向こうから自分の方にあるとその見えないロープを自分の方に手繰るような 運動にによっってて第第クク、ククイイッッ入いくわけですですからいわゆるどのようなあの体にエネルギーが加えられてくるかというといわゆるこういうこういう運動の,あの自分のセンターが強くなるドライブから来るセンターが強くなる運動プラス今度は見えないロープを自分に手繰り寄せるようなその力強さが自分の第1クイック第2クイックの運動につながってくるの。 うういうふうに考えるんですですから1個のスイングというものをいわゆる足の振りそして腕の振りだけでフェザーステップをこう踊ったんではいわゆる美味しいいいしとととこころはないということになうにります。ウォークをしつつウォークをしつつドライブをしつつリズムを入れつつライズを完了しで違うエネルギーに 継続性を持たせて第1クイック第2クイックと踊って3の終わりでローアまたドライブが始まるまた引きの力が始まりながらリバースターに入っていくドライブの力とそれと引きの力が連続してフェザーに入っていくとそういう格好でスローを踊った方が僕はいいと思います。 それではそのスローのベーシックをトモコ先生と少し踊ってみたいと思いますまず音楽なしでね踊りますはいお願いします、えー、ちょっと、えー、狭いんでちょっと大ーバーターンアンダーターンしますけど今立つ場所はいいですね手にフォロー、ヒップにフォロー、スパイにフォローカーブができました、いいですねで私は彼女の肘の高さに席に持っていますね で立っている足を使ってもう一本足を動かしますさあフェザーステップに入っていきますでリバースターに入りスピーステップとに、まあ、今日はリバースさん入りますけど入っていきますでウィーブと踊ってまたフェザーにこう入っていきますナイスそういうような格好であの踊っていただくと、まあ、いわゆる相手を捕まえたり押したりする動作は えー、消えていいくと思いますじゃあ今度は青木先生コンペスタイルで素晴らしいスローを踊ってみてください。 やはりコンペのダンスというのはいろんな要素があってでトータルで美しく強く伸びやかにっていうのが大事なんですけども今ちょっと強,強調してあのいわゆるスイングの部分とそのリズムの部分を、えーまあ、強調しますからちょっと変ですけどもやっ,てみようやってみようと思います。まず、まあ、一見良いポスチャー 一見良いポスターなんだけどリズムがない状態で動くとなるといわゆる棒のような状態ただ足だけで移動しているような格好にこうなりますね、まあ、それでもます真っすぐ立っていれば、まあ、パートナーがここにいれば、まあ、綺麗に見えるのは見えるでしょうけどやはり、ね、どっか空っぽであると。 今度はリズムというものをこうやっていきます先ほどのこの運動ねこういったものをしていくと少しノーズオーバートーズだったり,より自分の,そのロアの分量とかが変わってきますねそういうふうにしてやってみますね今体重ならしで動き始めてでこのような運動をしていきますそうすると鼻がつま先を越えていくような運動になってきますではいってみますね からまあ同じように、まあ、ややそんな詳しく見えないか分かんないんですけども、まあ、女性がもしもここにいれば女性に対してどういうシェイプになってくるかっていうのは想像できると思います。まあ、だい,たいそういう感じで、えー、スイングと リズムだけだといわゆるこう肩にそういう運動が見えてくる人もいます、えー、ネックラインやショルダーラインにこういう運動を見せること,ることなくスムースにでもどっかそのみんなとは違うどっかリズムがある、まあ、そういう生き生きとしたダンスっていうものを、えー、追い求めるためにもどのぐらいの配分でリズムを加えてどれぐらいの運動量で移動すべきかっていうことを 考えながら練習するのもいいかと思います。今、ワルツとスローを例に挙げたんで。もう一個、単語、それを例に挙げて話をしようと思います。で、単語というのも。まあ、いわゆる。 単語を述べる時によく言われるのがやはりスタッカートスタッカートそしてパッションとかエネルギーとか、まあ、そういったものをあのよく表現される方がいらっしゃいます確かにその強いわけだしスピーディーだし、まあ、ドラマチックですからそういう強さっていうものを表現しなければならないと思いますけどもやはりそれも結果そうなるんであって、まあ、そう見えるから初、まあ、めからこうやって見ようかと。 そこから始まったとしてもやはりこうベーシックが何であるかということを考えていかないといわゆる踊るための基礎はできにくくなると思いますでまず何が大事かまっすぐは当然同じですまっすぐなんだけども、えー、教科書に書いてあることにこういうのがありますね、えー、壁に面して両足を揃えて立ちますで次いで両足をフラットに保ったまま壁に面してますよで両足をフラットに保ったまま 左へ1回転するわけですその時に右足を5センチから8センチぐらいを後ろにスリップさせますこういうふうにスリップさせますその動作によって八分の1八分の145度ほど左の方に靴を向けるわけですねそういうことうによって自分のボディが向いている面と両足が向いてる方向にいる方向に 分の度が起きますでその状態でいわゆる壁に向かってまっすぐに歩くと足元はどうなるかというといわゆる CBMP という、まあ、足がこう少し交差したような状態になるわけですねこれによって単語ウォークというのができてくるわけですもしも、えー、ボディーの向きと足の向きを同じにしてしまうと いわゆるスイングダンスです足の上をボディが通過していくいわゆるこうボディライズが始まるそしてフットライズが始まるひいては、まあ、フェザーステップにつながるようなこういうスムーズな運動になりかねないでそれをいわゆる CBNP といういわゆる工夫をするわけですねまっすぐではあるけれども足の向きを変えて CBNP になることによっていわゆるスイングができないスイングをすることのない いわゆる安定したこう2拍子のワンツーワンツーというリズムでウォークができてくるわけですねまずこれの理解がまず大事ですですからつま先の方向を8分の145度向けてみてくださいそうすると自分の足とボディーの関係であなるほどこんなふうに CBMP ができるのかということが理解できますでも次です 理解ができたら8分の1はしてはいけないこれは理解をするために8分の1やるんですでどのぐらいかというとほんの少し8分の1の半分16分の1以下というように私はロンドンで教わりました理解ができたらほんの少しだけ向きを変えるとそれによって CBNP は 簡単にできるとで単語だからといって低いと考えてもいけないですその単語の,あの、まあ、コミックダンスっていうのがありますねあのこう,こうなんかこうお人形さんをここにこうくっつけて一人で自作自演の単語のこうダンスをするそれは確かにイメージはあるんですけどもやはりボールームダンスは女性のバランスとシェイプに責任を持ってるんですから女性を抱き寄せて。 いいいわゆるこの、まあ、締め殺すようなな <laughs> 運動をしてはいけないやっぱり女性も足芽に立ってますから女性にバランスとシェイプを与えて美しいトップラインででなおかつ単語のリズムでワン・ツー・スリー・フォーと踊っていくべきですさあそういうことで男性の足をたくさん曲げるというのもこれも滑稽ですじゃあ高くするんですかというとそうでもないじゃあどのぐらいですかというとこれもこれも体型とか カップルバランスが変わってきますから、えー、何とも言えませんけども例えば子先生お願いします私と智子先生の身長差で例えばプロムナードでこれやりましょうかプロムナードで、えー、くなるときに例えば今こう単語のホールドしますプロムナードに持っていきますそのときにじゃどのぐらいは力士が曲がってるかというとこのぐらいですねまあこのぐらいとしか言いようがない じゃあこのぐらい足が曲げてじゃあ普通はこの高さでピーピーになりました、このぐらいです。多少低くはなるかもからないけどあのやっていることを一つあえて言えばいわゆる自分のアッパースパイン、ね、腰椎から上頸椎そして頭蓋骨っていう部分に関しかけてこれもイマジネーションです。天井から 見えない帽子ががぶら下ってる見えませんよ見えたら怖いよ見えない帽子がぶら下がってるその見えない帽子にこの頭を突っ込んでいるんですだから膝はこういうように運動をしますだけど上半身がそれによって落ちるっていう意識ではなくまあ多少は下がる下がりはするんですけど意識としては 頭に上にある帽子に頭を突っ込むように変えるわけですねそれによってその足の,あの強さとスタイルっていうのが共存するわけですで自分はまあ智子先生は身長何センチですか159センチ私は178センチですチで,すでこんだけの身長差まあヒール履いてらっしゃるからなんだけどもやっぱカップルバランス大きいですねでじゃあ彼女は まあ私に対して低いんだから彼女に合わせようなんてなると思うと大変なことがこう始まるわけですよそうなるとまあまあいわゆる武道館であったり全、まあ、選手権のウィンターガーデンとかそういう大きな会場で私の存在は消えますよねやはり自分の単語といえども自分の高さを失ってはいけないでも単語の雰囲気である膝が緩んで、まがまあ、曲がってる緩んでるで力強い動作で。 踊るっってていいいう、えー、ものは失っては失けないですねで私の場合であればこのぐらいじゃあ今度は青木康則カップル青木康則先生の場合だったらじゃあどうなるかっていうとう私とは違ってきます、えー、プロムナードになってその場でクローズドプロムナード5ステップを踊ってみてここからプロムナードになるクローズドプロムナードで5ステップを踊る。 そうそう今度はちょっとカメラにお向けて彼の身長は <16 6. S 1>、はい、で、PP になるとクローズになって5ステップになるとそう,そういいですねカップルバランスとてもよろしいですねですからその、まあ、何が違うかはっきりは言えないです。 でも彼らの,その,このカップルバランスでの,あの単語の高さというのはもう理にかなっているわけですねいわゆる男性の右アーム男子のヒップの高さで背骨、ね、そして見えない帽子に頭を突っ込んでいる動作それと私の,この身長この手スパインヒップの高さで頭にあ上にある帽子に突っ頭を突っ込んでいる時のスタイルは同じではないですですですからこの青木智子先生とこのカップルで踊る。 そして、このカップで踊る場合、やっぱりそのカップの色っていうのは、これ変わってきます。ですから、そのスローとかワルツの場合には、まあ、スローやワルツの場合も、当然色は変わってくるんでしょうけど。単語はやっぱり、その、より変わる率が高いというふうに思います。えー、ですから、その、どのぐらいの、配分で足を曲げるべきか。っていうのは、ここでは、言え、いうこと、できません。ただ、共通で言えるのは、ボディの。 向いている方向に対して足というのはこの方向になっているとその結果プロミュラになった時にどのような動作をするか膝を曲げた方がいいのか少し伸ばし気味で帽子に頭を突っ込む方がいいのかこれはそのカップルで答えを探していくべきだと僕は思いますさあ単語で難しいことがあるとするならば あのタイミングですねタイミングというのは例えばフィギュアのタイミング例えばクローズ・プロムナードというのはスロークイック・クイック・スローで5ステップでクイック・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 スローただ音楽というのはそのフィギュアのタイミング通りではないですね。 のの音楽とといいいうううはわわゆるるよに演奏されてけですねその演奏されてるものをいわゆる社交ダンスボールダンスの世界ではーといいう言方に直してフィを作ったわけですですからフィギュアがスロークイックイックスローであっても 音楽はクイック・クイック・スロークイック・クイック・スロークイック・クイック・スロー今は後半の方では5ステップと5ステップのタイミングと音のタイミングが合致しましたからこれはいいと思うんですよただ最初のクローズド・プロムナードはスロークイック・クイック・スローであるものが音楽的にはクイック・クイック・スロークイック・クイックとこうなってくるわけですね。 でそこの部分であのフィガーのタイミングばっかりを追って踊ってる場合スロークイック,クイックスローと踊る場合とそ,のそれを踏まえた上で音楽は音楽はクイック,クイックスローとなってるとその音楽でそのフィガーのタイミングをその表現するというテクニックに 難しいですよ音楽がクイック・クイック・スローであってもスロークイック・クイックと踊れるそういう能力を持っていかないと単語というのは魅力のあるダンスにはならないですよ。ですからそのフィガーを覚えるときには私もクイック・とイック・イック・ク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 イック・とク・イック・クイック・というような皆さんと同じタイミングで覚えていきます。ででもそれ自分の 中にフィギーアが入ってきたら今度は音楽音楽の中で私はクイック・イク・スロー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 クイック・クイック・スローというように音のタイミングで踊っていくように僕はしていますそれを今度は音楽に合わせてやってみます こんなもんですかね <laughs> じゃあ青木先生あとお願いします <Good. S 2> えー、基本の、まあ、立つ足の位置とか、えー、男性が女性に、えー、責任を持つことそして女性がどこにフォローするのかとか、えー、そういうようなことを踏まえた上でえで、ー、ワルツとスローそして単語というお話をしましたもちろんウインナーワルツも、えー、クイックステップもあるんですけれども今日はこの3種目をの「 簡単な導入部分のお話をしてまいりました、えー、今日はあの、ね、長い時間、えー、協力つけてありがとうございます、えー、ますますダンスビューの、えー、25周年が30周年そして40、50と発表されますように、えー、記念いたしましてまあこのビデオの、えー、DVD の収録の最後にしたいと思います皆さんダンス頑張ってくださいさようなら